のぷっぷっぷ。皆さん、こんばんは。まいです。ゆんです。とりわせチェルプです。さあ、9月29日だ。チェルプのぷっぷっぷ始まりました。始まりました。この番組は休日のひとときをあなたのチェルプでぷっぷっぷっと探す番組です。さっきぶりの方、さっきぶり。あー、ほんとさっきぶり、ほんと瞬きぐらいだろう、この時間、この番組はですね、9月28日つい先ほど最終回を迎えるはずだったチェリップのぷぷぷに、皆さんからたくさんのメッセージをいただきまして、読み切れなかったそのメッセージの数20を超えましたので、すごいな。もうぜひこれは皆さんのメッセージ読んであげてくださいという社長の一声によって、誕生爆誕したチェリップのぷぷぷ特別会になります。ありがとうございます。その名もその名も、チェリップのぷぷぷ特別会、12時を過ぎても解けない魔法で OK、 ただよりなんと時間といたしまして1時間も放送いたします。やばくない？どういう状況なの？いや、いつも通りの30分の時間で読み切るにはやっぱ時間も足りないし、ちゃんと一言一言短くてもコメントを、ね、返していけたらいいなと思いまして、たっぷり1時間を取っていただきました。もうぼちぼちかなりの深夜でございますが、まあまあ、皆さんせっかくの特別会パーティー一緒に楽しんでいただければと思っておりますので、しっかりと目を開いて、そして、ツイッターチェリップのぷぷぷ番組名そのままも活用して一緒に楽しんでいけたらいいなと思っております。いつもはね、レディオモモさんだったりとか FM 出雲さんだったりとかでも流していただいてるんですけど、この特別会はこのタラズ FM さんだけの放送となっておりますので、感謝と愛を込めてやっていきたいと思います。それでは特別会も最後までよろしくお願いします。チェリップのぷぷぷよし。さあ、ではこの1時間の中でメッセージをですね、たくさんなるべく読んでいきたいと思いますので、まゆさん、スムーズなメッセージ読みをよろしくお願いします。半分ぐらいにしようかな。じゃあこれをうなぎです。ありがとうございます。チェリップのお二人、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。ラストワンマンランボお疲れさんでした。セキュー。以前ももクロの早見あかりさんが脱退するときに、何もしてあげることができなかった自分としては、推しの卒業をできる範囲で手伝いたいという気持ちがずっとありました。ツイッターでの告知はもちろん、チラシやうちわ、そうだよね、うちわ作りにも関わらせていただきました。同級生のお店でイベントもさせていただきました。車にステッカー貼って、チェリップを大音量でかけながら山陰をぐるぐる回ったりもしました。ライブも行ける限りのものには行かせてもらえました。4ヶ月という準備期間って長いようで短いけど、いざ立ってみると、いろいろ思ってたことができたできたなという感じでした。それはチェリップの2人と運営の皆さんがファンの意見をちゃんと見てくれて、それを反映させる活動をしてくれたからじゃないかと思います。こういうアイドルに出会ってよかったです。ももクロさんとの共演を見たいというのは、チェリップ見るようになってからずっと思っていました。それを実現させられなかったことはちょっと悔しいですが、2人がこれからもチェリップらしくいてくれたら、いつかその夢も叶うんじゃないかと個人的に思います。これからも応援しています。よろしくお願いします。だって、おー、サンキュー。いやー、でも本当に、まあ、みんなと一緒にね、こうチェリップは作り上げていく、みんなでチェリップっていう活動の仕方をさせていただいていて、まあ、時にはね、そのやり方は本当にいいものなのかっていう、みんなに頼ってしまうことが、頼らせてもらえることはすごく嬉しいことだけど、やっぱり自分たちでいろいろと完成させてみんなに届けるっていうのが、まあ、興行っていうね、まあ、こととしては正しいことなのかなと思ったりもするときももちろんあったんだけれども、でも多分それじゃあ今のチェリップの感じだとか、みんなとの関係っていうのは築けてなかったんじゃないかなって思うので、そう、ね、今こうチェリップアイドルをやりきった今だからこそ言えることだけれども、この形で良かったなっていうふうに思うし、まあ、プロデューサーの方にね、お世話になったりとかっていうこともあったけれども、いろいろあって家族でみんなで頑張るっていう形になったのも、
あの他のところがやろうと思っても逆にできない、そうだね、うん、ことでもあるから良かったのかなと思ったりしながら、うん、過ごしておりました。本当に最後まで皆さんには力を貸していただいて、ありがたい気持ちでいっぱいでございます。みんなとあの過ごした時間、特に最後のね、うん、半年くらい特に濃い時間のことだと、ね、多分てか本当に忘れない時間なので、うん、あのみんなも忘れない時間になっていたら嬉しいなと今でも思っております。同じで忘れないでくれよ。 Thank you。 ありがとう。そしてラジオネームバートンあと猫パクです。 Thank you。 まずもみよ姫こんばんは。こんばんは。チリップの活動今までお疲れさんでした。怒涛のような7年間だったと思います。これからはチリップの第2章として道を進んでいってください。さて話はずっと遡りです。遡ります、うん、初めて僕がこの番組お便りを投稿した時に2人に質問をしました。お怖いもの知らずの JK 2人にとって怖いものは何ですかという質問です。質問でした。ミオ、うん、姫はマスミさん、ほう、マユ様は人間というなかなか深い答えでした。え、どうだったかな。これまでずっとアイドルとして長年活動してきて改めて質問しますが、二人にとって怖い、今怖いものは何ですか。ではこれからの人生お二人にとって幸せあふれるものとなりますことをお願いします。だって、これはもう初回から送ってる人にしかできない重みのある質問だ。怖いもの、みやまつみさんとか言ったの。いや、まつみさん怖いでしょ。じゃあ本当にシャキシャキのシャキだな。あのすごいあれだよ、嫌だっていう怖いじゃなくて、うん、やっぱり面倒見てもらってるものとして、うん、あのこんなに可愛い他人言ったらさ、赤の他人なのにさ、うん、血のつながりで、まあね、この子までしてくれる人ってやっぱいないからさ、あ、まあ、確かにっていう意味で迷惑をかけられないっていう意味でも、うん、あのちょっと怖いかなって、ね、その時ね、そうそうそう、分かる分かる。前の人間っていうのだから多分 なんで言ったんだろうそんなこと覚えてね。いや今は今もう怖いものないやばい。もう人間も大体知ったけんね、もう怖いものない大体分かった攻略法分かった。いや、やばすぎ。7年でも、うん、7年でも余裕で学んだ。笑った、うん、もう全然怖くない。嘘でしょ。あんま怖くない。でも怖いもの、怖いものなくね。別にでも怖いもの改めて、でも前時々戦争怖いとか言うくない。ああ、戦争は嫌だ。もう当たり前や。ああ、怖いもの。ああ、あのなんかあ、でも言っていいのかな、あのぐちょぐちょになったあの生物。いやそれ普通やん。ゾンビ、ゾンビとか。ゾンビとかちょっとね追いかけられたくないなとは思うらしいですよ、うん、あの人間らしい心を手に入れたようです。ちょっとね、ちょっとやだな、ちょっとクレイジーな人間っていうざっくりした括りから、うん、ね、具体的なことです。ゾンビになりました。いやでも怖いものか、そうだな、でも難しいな。もう考えようによっては何でもこうポジティブに捉えることもできるけど、うんうん、あの考え方によっては全てが逆に怖く感じることもできるじゃん。逆にそうかな、なんかどうしようみたいな、例えばこのマイク急にパーンって飛んできたらミオの顔にパンチしてきたらどうしようみたいなバネが狂ってみたいな。こんな怖いとかじゃない、おもろくねっていうの考えてする。でも難しいな。で怖いって言ったらめっちゃリアルな話だけど、アイドルじゃなくなったらこれからどうすればいいかわからない怖いことある。リアルでどうしようみたいな、今までずっとアイドルだからイエイ、まあ確かにね、もうピースしとけばよかったもんなピースしとけばもうよかったっところはやはりあるけれども、もうそれは甘い世界じゃないですからね、うん、確かにね、それはね、いうことでかっていう意味では、うん、なんか怖いことはそういうことかもしれない。まあ人生何が起こるか分かります、うん、みんなそうですからね、うん、みんなが同じ状況で戦ってると思ったら、うん、もよっしゃ頑張ろう、うん、ファイツって感じで思えるので、みんなあの時々みよもツイッターなどもちゃんとつぶやいていくので見守っていただけると嬉しいなと思います。おお、エモみのある深いメッセージでした。ありがとう。僕しかできんな。サンキュー。そしてお、ペンネーム金髪先生ことパツキンです。だって、おもう金髪先生って方が言いにくいわもう逆にマイミオン元気にしてるか、俺だ俺パツキンだ。さていよいよプププ最終回ですね。まあそうだね、今日が最終回だ、特別回になりましたけどね、うん、ということで最初で最後のラストファーストなメッセージを保有してみたりしてみました。いろんなことがありましたね。人は劣勢に立たされた時こそ試されると言いますが、二人は楽曲が減った時もステージに立ち続けましたね。そして曲も戻り、その何倍もの曲を届けてくれました、うん、不思議なものでそんな二人を応援している姿に運営しているのは我々だったのに、いつしか二人から頑張ればなんとかなると応援されているようになりました。そんなマユミヨンだから二人はすごいんだよ。
なのでこれからの人生何があっても乗り越えられるられれるもう2人以上にいいとこだったのでいやもう2人以上に好きになれるアイドルなんて出てこないよ。おずっとチェリップを恋チェリップに恋をし続けるんだろうな。2人に出会えて本当によかった。今までたくさん感動をありがとう。ほんじゃまたどこかで。だっておー、これはあまりあの大きな声で言わない方がいいかもしれないのですごい小さな声で言いますけど某タワーレコード某ナンバ店でいつも頑張って働いている某金髪先生ですけども、いやでも本当にね、うん、このまあ美穂たちパツキンって呼んでますけど、パツキンをはじめチェリップ本当関係者の方にも ね、すごくよくしていただいて、ね、今日もそれこそ急にね、うん、特番をあの組ませていただいたりとか、作家さんも元からチェリップをねなぜか知ってくださっていて、うん、曲を作ってくださったりとか、知らないところから始まってもチェリップにすごくぴったりの曲を作ってくださったりとかして、か、うんうん、なかなかあることじゃないので、ね、やっぱりそれこそすごい人の多い業界だから一瞬会ってそれっきりになったりとかあるよね。結構濃く絡んだと思っても忘れられたりとかってい う、ね、普通のことだと思うんだけれども、うん、結構っていうかチェリップ本当にそういうのがなく、うん、もう一組一組一人一人の方とすごい濃いつながりを作れて、ねね、っていう基盤がみんなの前に出る前の基盤がすごく、うん、あのしっかりしてたからみんなの前であの自分たちが歌ったりすることにあるな、うん、いろどんな状況でもあの集中できたっていうのはすごくあると思うので、うん、なんか改めてもちろん、うん、応援してくださくれてるチームチェリップのみんなもそうだけれども、その裏で見えないところにもいるチームチェリップにも改めて感謝の気持ちでいっぱいだなと思っております。では、一ブロック目この3つ読んでいきましたが、今日のチェリップのプププ特別会の、テーマとなっている12時を過ぎても解けない魔法での歌詞が入っているチェリップ実質最後のシングルとなりました、うん、今も後ろでかかっているこの曲を今日1曲目は流していきたいと思います。それでは今日の1曲目聴いてください。チェリップでサマータイムシンデレラ。チェリップのプープー。はい、では今流れたサマータイムシンデレラの作ってくれた鶴さんとの出会いをきっかけに出会ってくれたこの方のメッセージを次は読んでいきます。ラジオネームサボトです。ありがとうございます。そうそう、もえさんもみよんちゃんこんばんは。こんばんは。ベストアルバムブンブン、あれレストベストベストアルバムラストファーストを聴いています。こんなに同じ CD を聴き続けたのは初めてかもしれないと思うから、絵文字ディスク1と2を代わり番号に再生する日々です、うん、チリップの楽曲は幅が広くて毎日聴いても飽きないですね。先日のラストライブでもたくさんの楽曲を立て続けに披露していく姿がかっこよかったです。あれだけ個性がある曲が揃っているとセットリストを組むのも大変なのではと想像しますが、うん、ラストライブの曲順はどのように考えました？またこれまでの活動の中で一番印象に残っているセットリストがあれば教えてほしいですって、セットリストだって、一番大きいのセットリストとかやばい覚えてる？いや難しいな。ミオンが、うん、あの今までの ねライブ全、うん、ほとんど全部考えてきて、そうそうそう、だからもう多分何千と多分作ってきたと思うんだけど、どれが大きいのとか、今回のセットリストのことで言うと、なんかやっぱり最後のライブってなると、うん、なんか考えるのも進まなくって、あんまり気持ち的に全然考えられなくて、最初は1ヶ月前くらいにはもう出してください、なるはやがいいですみたいな感じで言われてたけど、それにも間に合わないし、じゃあちょっとここくらいまでには欲しいんでって言われたけど、それにも間に合わないしっていうので必死に、でもチェリップの曲をまあどうしてもさ最後の曲とか最初の曲って目立ちがちだけど、うん、そうじゃなくてどの曲も平等に目立つにはどうすればいいんだろうって思って、うん、流れとか考えた結果できたのが、うん、あのセットリストだったかなって思うのと、うん、今までの印象に残ってるセットリストっていうのは、まあ、ライブごとに、うん、まあ、よく言うことだけど前後の演者さんとかを見てみようはセットリストを決めるので、ね、うん、これってっていうやつっていうよりかこの時に合わせてっていうのが多いから、うん、なんかこれっていうのなかなかないんだけど、うん、なんかそのやっぱすごくいろいろ考えたっていう意味では
あの光が丘のねライブはやっぱり、うん、特に自分たちが普段できるようなあの共演者さんの、あのレベルをはるか超えたアイドルさんたちを共演させていただいたので、どうやったらチェリップの初めての方にも良さが伝わるだろうとか、チェリップを知ってる方の心も熱くできるだろうかっていうのですごく考えた記憶があります。これはねまた話すと長くなるんですけれども、当時のツイッターとかあると思うので、よければもうめっちゃ遡ってもらった、うんうん、その時の熱い心のままつぶやいたやつが残ってると思うので、ぜひそれを確認してほいただければなと思っております。ありがとう。 Thank you。 そしてみおんさん、まえさん、こんばんねぎねぎ続きです。ねぎねぎイエーイ、ラストライブお疲れした。めちゃくちゃ楽しい時間でした。さて先日車の中でアシンメトリーを流した時、日頃からアシンメトリー来たから、うん、腕振りを見せているせいか、ここで腕を振るんだよねと奥さんも、奥さんも振りをやばいしてくれて、すごい嬉しい、もうも一緒に入れてとめっちゃ盛り上がりました。マジで嬉しいな。ということでチェリップさんたちの曲はすでに僕たちの生活の一部になっているんですよね。米子でのラストワンマンライブから一月、まだまだ引退について実感がない状態ですし、寂しくないなんて嘘になるけど、毎日どこかですぐに思い出すことができるので、これから先もチェリップさんと共にいられると思っています。素敵な曲たちありがとう。それではみおさん、まえさん、これからのご活躍を願っています。お互い元気でいつかまたどこかでお会いできることを信じて、 We are チェリップ。推進は言わないんだっけ普通。いや、あの読んで良さそうだったら別にいいかもしれないけど、チェリップさんに奥さんの写真を見せたいんだけどと相談したところ、うん、久保天気さんの写真を見せとけとのことなので、久保天気さんで検索してみて。だって分かった、分かった、今すぐしたいのに、いやできんがん、サンキュー。これあんま読まなかった方がよかった。みんなにバレてしまった。鈴木さんの奥さん似てる、この方に久保天気さんに似てるんだみたいな、一瞬で広まってしまったわ、鳥取から。久保天気、でもなんかこうやってあのアイドルが特別好きではないっていう方にも、うんうん、なんか馴染みのある曲を歌えてたって思えてたら嬉しいなって思うし。今マユが調べたけど嘘でしょ。なんかでもいいじゃん、かわいいじゃん、かわいい。久保天気ってなんだこの人、どういうこと、かわいい、もじゃもじゃってこと、違う、それそこじゃない、いや部分的すぎでしょ。面白い面白い面白い。いやでもなんかこういうさ、うん、超面白い、身内のこととかもさ喋、うん、ってくれるってなかなかないじゃん。いいね、嬉しい、超嬉しい、嬉しい、なんか、うん、さらに仲良くなれたみたいで嬉しいし、なんかチェリップ、まあ、自分たちで言うのもあれですけど、みんなの生活にちょっとあの、うん、これからも居座ってても邪魔じゃない、うん、と思うんだよね。なんか確かに教育にいいし、多分、まあね、悪くないし、うん、それはそうと思うから、あのこれからもどこかみんなの生活の一部にチェリップ入れたらなと思うし、うん、アルバムの方もそれこそいつどっかのいつかの、うん、ファーストシングルみたいになかなか手に入れられない状況とかになってるみたいなので、あのたくさんこれからも聴いていただけると嬉しいなと思っています。まあこれ今みおんたち一般になってオタクにめでたくなったので、そうね、あの現場に行った際には優しくしていただけると嬉しいなといつも思っております。ありがとう。 Thank you。 そう、そしてラジオネームケガニです。 Thank you。 こんばんは、藤井みおんちゃん、いつもまえちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。本当に最初で最後でしたが、米子市公会堂の公演に参加することができました。ね、ありがとう。当時は忙しくてツイッターをあまり開いていなかったのですが、まゆちゃんが引退の意向かな、うん、向きで意向だよね、確か意向をしました。ツイートを見たときはやはり残念でした。いろいろ手続き、いろいろもうごめんなさい、いろいろ手続きに戸惑いましたが、地元のコンビニで最終公演のチケットを購入することに成功しました。うん、西日本だと広島県や岡山県には行ったことがありますが、鳥取県は初めてでした。そうだよね、うん、ホテルは公会堂近くに予約をしていたので安心していましたが、うん、高島屋付近で迷子になりました。あら、でもなるよな結構。晩にお小膳の唐揚げを初めて食べましたが、あの魚は美味しいと思います。やった。本州の魚は身自体に味がしっかりついている印象を受けました。あとは本州の夏から秋というとセミが鳴いているんだろうなと思っていましたが、意外に静かでしたね。公演は過ぎて、ね、そうだね。当日、あ違う、公演当日、鍋さんから酒を飲まないかと誘っていただいたんです。おい鍋何してるんだ。僕はシラフで見たかったので、うんうん、高島屋の最上階にあるレストランでチョコバナナパフェを食べて、あら可愛い。女子暇を潰していました。
ナベさんも2は悪いことをしたなと反省しています。いや大丈夫、ナベはいつも飲んでん、誰と飲めなくても誰に一人で飲みてたらいいんだ、ナベ、そうだろ。入場して指定席についてみると、トロジョさんが前列にいたので軽く挨拶をしました。あら素敵。トロジョさんは繊細な人物のようでした。開演してみると意外に冷静な自分に気づきました、うん、そのおかげで自分なりの楽しみ方ができました。さすがにおたげには面食らいましたが、チェリップが積み重ねてきた歴史を考えてみると納得できるものでした。熱心なサポーターとのコール&レスポンスも経験があってこそ、お二人の歌唱力には素直に感心しましたが、うん、間近で見たダンスの切れ味は YouTube などとは違う生き生きとした躍動感があり、うん、ああやはりエンターテインメントは素晴らしいなと感じました。僕は氷室京介さんや布袋寅泰さんなどが結成したバンドボーイの影響をもろに受けた世代です、うんうん、あの人たちが東京ドームの最終公演を得て伝説になっていく過程を憧れながら観察していた田舎の少年でした、うん、バンドとアイドルでは多少質は違いますが、うん、チェリップのご当地アイドルとしての存在感はドロータ歴の長い僕でも理解できます、うん、僕は自分でも DD 要素が強いということに自覚がありますし、当たり前ですが、地元や子さんの熱心なサポーターの皆さんには叶いませんでした。僕も酒は嫌いではないですのですが、ないのですのですが何やねん、基本的に弱いのでチームチェリップの飲み会で潰される寸前だったのは辛かったです、今は笑い話です。忠実なサポーターとは言えない人間でしたが、いやチェリップの最終公演に参加できたことは嬉しかったです。ありがとう西国の歌姫たち、チェリップ最国じゃない、最国か、北海道に流れ着いた開拓者の子孫より、かっこいい、ありがとう。でもそんなね、なんかなんていうのかな、熱心じゃなかったとか今まで来れなかったとか初めてっていう人が最後だからっていう理由だけでそれで鳥取に来てくれるっていうのは、ね、確かに何よりもありがたいことだったから、うん、本当に感謝の気持ちでいっぱいだし、なんかいろんな思い出をねこうやって鳥取で作ってくれたっていうのはこのメッセージだけですごい伝わってきたので、うん、まあ近いとはね北海道から言えないけど、また来る機会がもしあれば、もう一回おこうぜ、食べに来てもらえたら、ね、食べに来てくれ、嬉しいなと思っております。ありがとう、たくさん書いてくれて、すごいよ。さあそれでは今日の、2曲目いこうと思うんですけれども、うん、本当にまだまだチェリップこれで出会った人、初めて会った人もいるということで、うん、チェリップまだ終わらねえぞという気持ちを込めてアルバムの曲いってみたいと思います。それではチェリップでパーティーは終わらない。チェリップのプープープー。さあ今のペースではメッセージが読みきれないので、まえちゃんがいつも以上に頑張ってメッセージを読んでいきます。聞き取ってよちゃんと。ラジオネームテニオルです。はいはい、まえちゃん、みえちゃん、こんばんは。こんばんは。ラストライブに行かせてもらいました。感動に包まれた最高のライブでした。チェリップちゃんのラビデビューと同じ頃応援しているほのまるが鳥取住みます芸人になったので同期だと思って最初はひそかに見守っていました、うん、でもいつの間にかライブを遠征するぐらいハマっちゃったな。湯の川まで見に行ったらライブは TM レボリューション、ゴールデンボンバー、ヒゲダム、そしてチェリップ、うわ、すごい並びだ、アイドルファンじゃなくてもファンにさせちゃう2人、君ら最高すぎるわ。アイドルにハマったのはウィンクさん以来なので約25年ぶりでした。2人とも終わったね。だって Thank you。 嬉しいな、すげえね。でもなんかチェリップを好きで言ってくれる人もちろんアイドルが好きな人も多いけれども、アイドル別に好きじゃないけどなんかチェリップは好きですみたいな方とかっていうの本当に結構いて、なんか嬉しいなって。なんかしかもこの並び TM レボリューション、ゴールデンボーバー、ヒゲダン、そしてチェリップみたいな、そしてウィンクさん以来のアイドルみたいな、すごい並びでテニオルちゃんの場合、なんかやっぱり本当にまあミオンたちの力というよりかは楽曲がチェリップをそういうアイドルにしてくれたと本当に思っているので、いろんな人に好きでいてもらえるアイドルに慣れたっていうのは、楽曲にもそしてずっと応援してくれたみんなにも感謝でいっぱいだし、なんかそれこそ曲いい曲ばかりでアルバムにもなって、で最新曲は配信もされたりとかで形としては残っていくので、これからもこれから逆にチェリップを知っていい曲歌ってた鳥取にアイドルがいたんだなって、そうじゃね、
これからも増えていけばいいかなというふうに思っております。ありがとう。アイドルじゃない生活に飽きてきたまゆさん、アイドルじゃない声、はい、みおんさん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、ときめきスパークです。 Thank you。 さて、8月31日の米子市公会堂でのライブ、お疲れ様でした。今までの人生で一番良い席からお二人のパフォーマンスをじっくり見ることができて、大変幸せな時間を過ごすことができました。米子映画事変でチリップを知り、アメ横の物産展で初めてブッパに行ってから随分時間が経ちましたが、やはりお二人のアイドルとしてのライブはあの日で見納めだと言われると寂しいですね。私にとってチリップはどのグループよりも親しくしてもらったと思っています。一ファンとして大した貢献はできませんでしたが、お二人にとても感謝されたことも過去にありましたね、うん、しかし裏を腹に2人は見なくても良いものも見ることになったり、しなくて良い苦労をすることになったりしたのではないかと思っています。それでもまゆさんとみおんさんにとって良い思い出だったと言ってもらえるのなら、こんなに幸せなことはありません、うん、アイドルをするには厳しい環境でも負けずにいろんなことができる可能性を見せてくれたシリップは最高に素晴らしいアイドルでした。今後どんな活動をするにせよ、アイドル活動で得たものがきっと役に立つと思いますよ、うん、だからお二人はこれからは特に心配してません。でももし久しぶりに歌いたくなったら遠慮せず、ん、情報発信してくださいね。ファンはどこへでも駆けつけますよ。そんな日がいつ来るか、いつか来ることをワンチャン期待してます。だって、ありがとう。まあ本当にね、まあ何の仕事、みんなのやってる仕事もそうだと思うけれども、うん、大変じゃないことなんてないと思うんですよ、ね、本当に。ミュンたちは本当にすごく幸せな活動をさせてもらったなと思うので、これといってもう本当にしんどかった、もうやめてみたいなことはなかったけれども、うん、まあ今振り返ると頑張ってたなっていう思うことも、うん、あったりするかなと思ったり。でも言われて気づくへん、うん、結構けど、まあ、どんな時にもの応援してくれる人がいてくれたっていうのが本当に、うん、ね、大きくて、ね、うん、ミュンたちやっぱりそれこそ、まあ、よく言うけど赤の他人、血のつながってない他人の人でこんなに、うん、貴重な休みの時間とかを割いて、 そして毎日頑張って働いてお金とかを使って、うん、会いに来てくれる人って本当にさ、もうなかなかいないよ。彼氏でも旦那でもなかなかいないで、今日はじゃあ大阪でやるから来てください集合みたいな、鳥取でやるからちょっと宿も一応取っといてみたいな、そのざっくりとしたやつで来てくれるなんて本当にないからさ、うん、確かにね。だからそういうのを知ってるからこそ、うん、考えるからこそ、やっぱりそういうみんなのためにやりたいなっていう気持ちがいつでも原動力だったので、みんないてくれるだけで本当にいつも頑張れましたので、うん、ありがとうという気持ちだし、まあ、よく言ってますけど、本当にみんなと会えなくなるというのがとても寂しいことなので、そうだね、まあ、書いてあるように何かあったら情報発信したら、まあ、時間があったらそれこそワンチャン会いに来てもらえると嬉しいなと思ってます、うん、ありがとう。 Thank you。 そしてラジオネームみかんちゃんです。ありがとう。 Thank you。 まゆさまみよんちゃん、こんばんは。こんばんは。公開当時のラストランマンラストワンマンおよび7年間のアイドル活動お疲れ様でした。あやちゃんとのご縁で2人と出会ってから4年強、たくさんの元気をもらいました。チームの皆さんと出会って仲良くなれたのも良かったです。本当にありがとう。チリップを見に行く目的で5回ほど渡米し、ね、ライブの前後に鳥取や島根を観光したり、みんなで新潟遠征したのもいい思い出になりました。特に鳥取島根はチリップのお二人がいなかったらなかなか行く機会がなかったのではないかと思います、うん、ラストワンマンでは何度か泣いてしまいましたが、いつも通りそして最高で最強のチリップを見せていただき、あっという間に時間が過ぎてしまいました。本音としてはもっと最高を更新してもらいたかったところではありますが、うん、これだけ最高の形で身を引けたことで、チェリップはまさに伝説になったのではないでしょうか。最後にいつでも全力一生懸命な2人を応援してこれたことを誇りに思います。そしてこれから2人が元気に楽しく過ごせていてくれることを願ってやめません。またいつかどこかで。だって、ありがとう。 Thank you。 でも本当に鳥取に行きたいってさ思う人ってなかなかこう
いや、まあそうだね、珍しいと思うんだよね、うん、まあ地理的な問題もあるし、事実お金の問題、やっぱり本、うん、何でも本数が少ないからその分お金がちょっと高かったりとかするし、ある、ね、それはしょうがない、まあ、行くんだったら、うん、まあ、近場中距離の有名どころに行っちゃおうとかってなると思うし、うん、思うよね、よっぽど旅行をしてる人で、じゃあまあ今回鳥取でも行っちゃうくらいの人とかしか、普通だったら、まあ、よっぽどのことがないと来る土地ではないと自分たちでも思うから、分かっているのだ、住んでるから、で自分たちがよく遠征するから鳥取から外に出にくい地であるっていうこともよく分かるし、うん、来てもらえるっていうことのありがたさもだからその分分かるんだけど、だからそんなあんまり鳥取に普通だったら縁のないっていう感じの人たちが、うん、ラストライブだったりチェリップをきっかけに来てくれて、鳥取いい場所だったなって思ってもらえたらそれが嬉しいし、そういう話を聞いて、あ、鳥取ちょっと行ってみようかな、何かあったって思ってくれる人が増えたらまたそれも嬉しいし、まあ地方を中心に活動しているものとして、あの来てもらえたりそういう発信をしてもらえるっていうことはやっぱり重要でありがたいことだなって思うので、なんか何回も足を運んでもらえて、このね、鳥取に来てくれてありがとうっていう気持ちだし、なんか本当になんていうのかな、町田とのね、瀬子さんみかんちゃんとかだと、あの思い出も強くって、米子と町田で姉妹都市協定結ぼうぜみたいなの言ってたのも懐かしいなと思いながら今話を聞いてたけど、それぞれの土地にそれぞれのいいところだったりとか思い出っていうのがたくさんあるので、まチリップアイドル引退して遠征がなくなるので、あのなかなか足を運べない土地とかもあのあるんだけれども、みんなも鳥取にまた来てくれたら嬉しいなと思うし、ミョンたちも今まで行った土地に、まあ、ライブがあるとあまりゆっくりできたりしないから、今度はゆっくり遊びに行けたらなと思うので、そうだね、みんなのみかちゃん以外にもそれぞれ思い出の地、自分の地元があると思うから、みんなの地元にゆっくり行く機会がまたあればいいなと思っておりますので、まあ、みんなの地元でふとあいつチェリップじゃねっていうのがあるから、あの近くのタピオカでタピオカでもおごってくれたら嬉しいなと、もしくは現金、よろしくお願いします。ひどい最悪だ、嬉しいなと思っております。それでは、今日の2曲目は終わったんだった3曲目かも、3曲目、ね、めっちゃ進んだわ、やば、3曲目に、行こうと思うんですけれども、なのでみんな、それぞれ新しい、それぞれの生活が、まあ、続いてる人もいるかもしれないけど、明日は明日でまた新しい生活始まりますので、ね、始まっていくと思います。そんなみんなの生活が少しでもこう明るく楽しくまっすぐと広がっていくように、アルバムからみおんたちの感謝を込めてみんなに向けた1曲を聴いていただきたいなと思います。それでは今日の3曲目です。聴いてください、チェリップで君へのプロローグ。チェリップのプープープー、さあそれではこの収録の日までに届いていたメッセージ残り3通となっております。頑張って読んでいきましょう。いや、野球大好きジートケイスケです。ありがとう。はい、じゃあみおちゃんこんばんは。こんばんは。遅くなりましたが7年間お疲れ様です。31日の米子公会堂でのラストライブは最高に盛り上がりましたね。チェリップのライブを毎回見に行くたびにあっという間に終わって、もっともっと聞きたいなと思わせてくれました、米子市公会堂のライブも2人の魂の入った歌唱パフォーマンスを目に焼き付けました。アイドル引退は本当に寂しいし、涙でうるうるしながら聞いていたよ。チェリップには感謝の一言です。チェリップに会ってから県内外のアイドルやファンの方と交流ができたこと、ご当地アイドルの素晴らしさを自分に教えてくれたのがまいちゃん、みおんちゃんでした、チェリップは山陰の誇れるご当地アイドルでした。チェリップは永久に不滅です。今後の2人を応援してるし、チェリップが10周年になったら山陰で一番大きな米子市コンベンションセンターで復活ライブがあることを願っています。やばさね、まさかのそれやばいね。もう一回公開でや、公開堂でやれってな、前にしとけってお前それ急にコンベンション行くんかいって。でもなんかこうやって、それこそね、このケイスケ君とか書いてくれたように、あの野球が好きでパッとチェリップと出会って、ね、それからご当地アイドルだとか、アイドルっていうのに出会ってくれた人だから、なんかそういう人にもこうやって強く応援してもらえて、まあ、アイドルファンを成長させることができたというかアイドルファンにできたというか、あ、そうかに、っていうのもなんかすごく嬉しいし、嬉しいね、やっぱり
鳥取とかね山陰の人とかでアイドルを応援するってなるの文化が何にせよないから、うん、やっぱりこう勇気のいることというか、うん、こう踏ん切りのいることっていうのも思うんだけれども、うん、こういうふうにあの山陰の誇れるアイドルっていうふうに言ってもらえる活動が、うん、あのみんなのおかげでできたのでそれが本当に嬉しいなと改めて思いました、ね、ちょっとコンベンションはでかいのでちょっと公開度でもう一丁考えていきたいな公開度やばくて10年後公開だったらどんなアイドルって違う10周年だからあと3年くらいしかないからあ10周年でやばいやばい近い10周年近いあと2年3年しかないから、まあ、ちょっとあのコンベンションじゃなく公開度で検討させてください一回検討させてくださいよろしく、うん、ありがとう Thank you そしてラジオネームライトパパですライトパパですアイドルじゃないマイ様ミオンちゃんこんばんはこんばんはどういうことあそういうことねなるほど分かった31日のラストライブすごい良いライブでした2人の地元愛ファンへ対する思い家族との絆アズティックスタッフとの見事な連携マユミオンそれぞれの人柄とお互いを思いやるコンビ愛そして何よりもチェリップが大切にしてきた素晴らしい楽曲たちどれもがステージから溢れ出ていました、うん、終演後開催したオタク打ち上げには全国各地から70名を超える人が参加してくれましたやばくないそれ初めて渡米してきた人対バンではなく初めて持ち曲をほぼ全部歌うライブを見た人もたくさんいたと思います、うん、その人たちの心にも見に来てよかったなと思ってもらえたと思いますもうアイドルのチェリップは終わってしまったけど鳥取に最高のアイドルチェリップがいたことは忘れません会うことはないけど一人の女性としてのマユ・ミヨンを心の中でずっと応援していますプププが終わるまではあと少しあるけどアイドル活動7年間お疲れ様でしたたくさんの楽しい時間をくれた二人には感謝しかありません本当に7年間アイドル活動お疲れ様ありがとうだって、ありがとうありがちゅーおい会うことはなくなるけどって言うなよほんまや同窓会するって言ってるだろほんまや70超えるぞおい70超えるぞ、うん、この前も言ったけど、うん、みんな貯金して寄贈するぞ貯金しときな本当スピーカーか、うん、マイクかそうそうそうまあ いろんなことがあるけど結局貯金しときな貯金しとけ、うん、本当にいやでもなんかこうやって70人をもやばいから人を人を集めることのできるあのライトパパの力入れてんなって思うしパパいや70とか普通ねチェリップでもこんなライブで動員したことない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 70なんてないぞ70ない70ない、うん、やばいでもそうやってチェリップを好きで行ってくれる仲間が70人っていう数で同じ気持ちの人たちだからねそうそうそう、うん、集まってそりゃいいあのあみんなでご飯を食べたりとかしてるっていうところ想像するだけでなんか可愛いし可愛いよな、うん、そういう場を設けてくれた、うん、あの企画すごい大変だったと思うけどなんかネームプレートとか手書きしてたりとか、ね、大変だったと思うけどそれも含めてラストライブのみんなの思い出に参加した人はなったと思うので、うん、あのミオンたちが参加したわけではないけれどもなんか嬉しいなと思ってめっちゃ面白かったもん、うん、あのアイドル7年間お疲れ様でしたって書いてくれてるけど7年間の締めくくりのね参加した人としてはイベントの開催、うん、とかお疲れ様でした本当に Thank you そして元調布 FM ビューさんパーソナリティおさん大竹創作のワッショージャパンディレクター岩下聖華です岩下さんいやこれが最後のメッセージでーイエスマイさんミオさんアイドル活動お疲れ様でしたありがとう私もその集大成を見届けたく東京から米子まで足を運ばせていただきました、うん、コンサートを見てまず感じたのは最後まで全くカッコつけてないなということ普通これでおしまいと思ったら構えたパフォーマンスをしそうなものなのにステージ上のお二人はいい意味で通常運転生歌を披露する最後にもかかわらずミオンさんは時に振りやコールのレクチャーをしながらのステージそこにたとえ初見さんがいても置いてけぼりにせずより一層会場の皆さんを一体にしてチェリップの印象を刻みつけようという貪欲さを感じました、うん、ほうその貪欲さが最も現れていたなと思うのが本編とアンコールで2回やったサマータイムシンデレラ本編は聞かせてアンコールではみんなも歌ってという感じでいろんなアーティストのコンサートやライブを見てきた中ではイルカさんが毎回代表曲の名残雪で同じようなことをしますが、うん、チェリップのお二人にもサマータイムシンデレラという曲への並々ならぬ思い入れを感じました、うんそしてチェリップの曲をこれからも心の片隅で大事にしてほしいという気持ちにグッとくるものがありました、うん、楽曲とそしてお客さんと向き合うひたむきな姿勢これがあったからこそ地元鳥取県のファンはもちろん私も含め
関東や関西などからも人を集めることができたのではないでしょうか。そしてチェリップらしいなと思わされたのは、最後まで崩れなかったところ。早くから麻衣さんは涙目になっていましたが、それでも決して涙声になることはなく、2人とも崩れることはなく、完璧に歌い続けたのは、改めてチェリップというユニットの凄さを感じました。チェリップのステージは本当に素敵なエンターテインメントでした。麻衣さん、美桜さん、私がお二人と絡めたのは実質半年ぐらいでしたが、私の担当するラジオ番組を盛り上げていただきました。ちょうど番組の登録のファイルを整理していたら、うん、お二人に出ていただいた時のものが出てきて、今聞き返すと自分も心から楽しんでたなと改めて実感しております。ぷぷぷよりも早くいつショータイムをオンエアさせていただいたのもいい思い出です。あ、番組終わりでなんと私の故郷多摩ニュータウンでお花見をやっていただいたのもいい思い出、ね、確かに、あれもまだ2年前なんですよね。取り留めがなくなってしまいましたが、お二人とも取り留めがなくなってしまいましたが、お二人とも本当にお疲れ様でした。新しい道でのご活躍を東京から祈っております。だって、ありがとう。急遽ね、岩下さんもあの遠征を決めてくださって、お忙しいのに、ね、ありがとうございます。本当にあの本当になんていうのかな、各地にこうやってチェリップと出会ってくれて、うん、あの引退をしても応援してくれる人がいるっていうことが本当に嬉しいし、ね、うん、チェリップ私たちにとって宝物ですし、うん、なんか本当に岩下さんと、まあ、半年くらいで書いてるけど、うん、それ以上の思い出っていうか、うん、濃い思い出を作ってきたなって、これは岩下さんだけじゃなくて、みんなともうなんか数回しか会ってないみたいな人とも、なんかすごい濃い思い出がみんなそれぞれとあるから、うん、なんかみんなの中であるチェリップの思い出、これからも大切にしてもらえたら嬉しいし、うん、何かあった時に、あ、チェリップとあんなことあったなっていう風に思い出していただけたら嬉しいなって思ったりします。で、ライブもね、あの、まあ、チェリップもいつものことだけれども、うん、やれることをもう一生懸命やるっていう感じでやってきたので、そう、ね、うん、最後のライブもやれることを一生懸命やったっていう感じで、うん、やりきれたかなって思うので、なんかある意味いい意味でいつも通りに見えたんだったら、それが本当に嬉しいし、うん、あの今までのライブもその一生懸命毎回できることをやれていたのかなっていうことかなって思うので、確かにね、うん、なんかこの感想もとっても嬉しいなと思いながら最後読ませていただきました、うん、改めて岩下さん、ありがとう。ありがとう。では今日のチェリップのプププの最後の1曲は、okay. ラストライブでも最後の曲だった、うん、この曲を流していきたいと思います、okay. みんな夜もう変なテンションになってくる時間だと思うので、一緒にノリノリになっちゃってください、okay. それではチェリップのプププ、そして今日最後の曲です。聴いてください、チェリップでアシンメトリー。
あそれではエンディングです。いや皆さんに向けてまずまゆさんから一言お願いします。うん、幸せになるよ。本当にあんまりリオンからもチェリップと出会ってくれてありがとうな。あげぽよ。いや誰かの人生に関われるっていうことは本当にお互いね、うん、あの奇跡みたいなことだと思ってますから。そうやね、皆さんありがとう、うん、本当に本当にそうやわ。そしてチェリップのぷぷぷは、まあ、本日をもちまして終了ではございますが、うん、あのダラズ FM さんお世話になっているこの FM、うん、いろんな番組がありますので、まだまだたくさんこれから県外のみんなも番組楽しんで聞いていただければなと思いますのと、うん、番組中でも言いましたが鳥取にもね機会があれば遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。そしてあの有志の方がねアーカイブを残してくださっていますので、うん、ちょっと悲しくなった時にはプププを聞いてちょろりと、うんうん、みんなプププッと軽い気持ちになってもらえたら嬉しいなと思っておりますので、これからもチェリップのことよろしくお願いします。ではなんかこれで終わりという感じがしませんので、また必ずどこかで同窓会をするスペシャルをやろうと思いますので、皆さんもその時のために元気でそして幸せに過ごしていてくれると嬉しいなと思います。皆さん本当にありがとうございました。それでは以上マユです。ミヨンです。二人合わせてチェリップでした。バイバーイ。